飛びは、高木カ,カカに属する鳥類の一種。トンビとも言う。ほとんど羽ばたかずに、お葉で巧みに舵を取り、上昇気流に乗って、輪を描きながら、上空へ舞い上がる様や、ピーヒョロロロロ、という鳴き声はよく知られており、日本では、最も身近な猛禽類である。タカカの中では、比較的大型であり、 全長は60から65センチメートルほどで、カラスより一回り大きい。翼海長は150から160センチメートルほどになる。体色は褐色と白のまだら模様で、目の周囲が黒褐色になっている。地上や樹上にいるときは、お刃の中央部が三角形に切れ込んでいるが、飛んでいるときは、お刃の先端がまっすぐに揃う個体もいる。また、 飛んでいる時は、翌仮面の先端近くに白い模様が見える。主に上昇気流を利用して輪を描くように滑空し、羽ばたくことは少ない。視力が非常に優れていると言われ、上空を飛翔しながら餌を探し、餌を見つけるとその場所に急降下して捉える。飛翔中、カラスと争う光景をよく見かけるが、これは、飛びとカラスは、 食物が似ており競合関係にあるためと考えられている。特にカラスは近くに飛びがいるだけで集団でちょっかいを出したり、追い出したりすることもある。郊外に生息する個体の餌は主に動物の死骸や、カエル、トカゲ、ネズミ、ヘビ、魚などの小動物を捕食する。都市部では生ゴミなども食べ、公園などで弁当の中身をさらうこともある。 餌を確保しやすい場所や上昇気流の発生しやすい場所では多くの個体が飛ぶ姿が見られることがあるが変態飛行を行うことは少ない。ネグラなどでは集団で群れを作って寝ることもある。海沿いに生息するものはカモメの群れに混じって餌を取り合うこともある。通常、樹上に映像するが稀に断崖の地上に映像することもある。 ユーラシア大陸からアフリカ大陸、オーストラリアにかけて広く分布しているが、寒冷地のものは冬には団地に移動する。生息地は、鉱山から都市部までほとんど場所を選ばず、漁港の周辺などは特に生息数が多い。アフリカ大陸に生息するものは、西飛びとして別種とする見解もある。MM パラシタス警戒心が強いので、 人間には近寄らないことが多いのが、飛びの本来の生態である。しかし、古来から、飛びに油揚げをさらわれるのことわざがある通り、人間になれた場合、隙を狙って人間が手に持っている食べ物などまで、飛びかかって奪うことがあり、最近このような事例が増えて、問題となっている。飛びは日本においては、ごく身近な猛禽であり、大柄で、目立つ上、 その鳴き声がよく響くことから親しまれている。同様の、トンビや三橋道屋の、夕焼けトンビに見られるように夕焼けゾーラで、ピーヒョロヒョロという鳴き声を響かせるとの印象がある。またアニメ、イナカぺペ大賞のオープニングテーマ曲では、前奏の前に、飛びの鳴き声が挿入されている。他方、他の高類に比べ、残飯や死骸を漁るなど狩猟に頼らない面がある。 ことから、有望な鳥との印象が、少なく、いわば高類の中では一段低い印象もある。ことわざの、飛びが高を生むは、このような印象に基づき、平凡な親から優れた子が生まれることをこう言う。飛びに関する日本の伝説としては、日本初期の禁止がある。金色の飛びが、神武天皇の前に降り立ち、その身から発する光で流すね彦率いる敵軍の目を、 くらませ神武天皇の軍勢に勝利をもたらしたという伝説である。飛び口、ありがとうございます。